はい、どうも、都会漁師きょんすけです。今日も4時半出港になります。では本日の漁模様見てください。はい、道中はまあ寒いのでね、ちょっと火を焚いて温まりながら行きます。はい、魚を取る部分まで来ましたね。こちらスルメイカです。スルメイカの塊を一気にすくえましたね。こちらちょっと重みがあってね、すごい重たいんですけどね。はい、こうやって木槌で急所を叩いて締めていきます。これすぐにね噛み合うんです。本当に抱きつき合いながらね噛んじゃうんで、すぐにやらないとね。こうやって急所を叩いて引き剥がして、はい、こんな感じです。今日は1匹だけだったんですけど、こちら重たい、よいしょっと。はい、カンパチ、13キロのカンパチが1匹入っていました。まあ赤バナと言われるにはちょっとまだ小さいですがね。はい、こちらキツネガツオ、ハガツオも何匹かいました。神経締め即材にしております。はい、大きい玉ですくう準備できたので選別台を準備します。はい、来ましたね。こちら何がいますかね。はい、大きなサバとスルブリですかね。こちらサバすべて神経締めを行いますので、こうやってサバのみをすべて選別していく形です。この先にしめしが準備していますので、即座にまた神経締め、もしくは時間がなければ隣の水槽に一旦生かしておいてという形ですね、やっております。はい、こちら目味は生け締めとなります。はい、こちらは、サバの神経締めになりますね。サバの神経締めは血抜き、脳天締め、後神経締めとなります。締めれる人がねたくさんいるんで、全然500キロぐらいなら余裕で締めちゃう配打方式でございます。このようにサバの白い部分ですね、脳天の白い部分に刺して、で細いワイヤー、キーストン製の神経締めワイヤーを使って神経締めを行っております。サバはね本当締めやすいんで、すごいやりやすいですよね。そして効果はすごい現れますよね、神経締めの。こんだけでかいとね、本当に刺身で食べると美味しいんですよね、脂が乗っていて。はい、こちら釜の金庫網の部分に来ました。落としと呼ばれる部分なんですが、まあ青物とかそういったものが、まあ小さい部分に逃げ込む習性を利用してこの網にどんどん溜まっていきます。まあ、今日はね大して量はなかったんですが、一応持ってみるということで、持っていました。すごい強風なのでちょっと音が乱れますが申し訳ございません。こちら青物が少々だけですね。はい、こちらを上げていきます。今日はねちょっと魚少なめなんですがね、清涼期になるとね何千というブリがねこちらに入るんでね、いつかその映像をお届けできるようにね頑張っていきますので、ね、よろしくお願いします。はい、よいしょと。はい、こちら1本上がりましたね。はい、このように竿で寄せて魚をすくっていきます。ちょっと、はい、こちらブリの神経締めの詳細を解説します。まず血抜きからスタートします。血抜きはエラの動脈の部分、一番上から2番目の部分ですね、その部分を切り開き、こちら血を出します。わかりますかね、こう血が出ているのが、こちら動脈を切断しているので、心臓の動きに合わせてね血が出ていきます。しっかり血抜きすることが、まずね魚の臭みをね出さないのにすごい重要なんでね。そして、タイミングをちょっと見てですね、
こちら、ある程度の血が抜けたら、脳天締めを行います。だいたい中心から若干ずらし、包丁を斜めに若干刺します。そして脳の部分に入っていることを確認して、その後、ブリの形状、ブリの太さに合った神経棒を通して神経締めを行います。血抜きから神経締めまでの時間が遅すぎると逆効果となることがあるので、ちょっと注意してよろしくお願いします。はい、こちら魚紹介に行きます。はい、こちら本川ハギですね。美味しいですよね。こちら肝醤油で刺身で食べると。はい、こちら薄葉ハギに、あとは何がいますかね。こちらがグレですね。違うか、グレですね。グレですね。大きなグレですね。カングレなんでね、刺身で食べると美味しいでしょうね。あとは何がいますかね。見た感じグレばっかですが、どこにいるのかな。いました。はい、金魚。はい、こちらハマフエフキとなります。あんまこちらでね上がることはないんですけどね。高級魚の一つです。沖縄とかではねタマンと呼ばれている魚です。はい、こちらサメさん、何ザメさん、わかんないですが歯はないです。はい、こちらギャングウツボさんです。あとは何がいますかね。まだサバの神経締め途中ですね。こちら先ほど貯めていたやつをどんどんやってくれております。あとはこちらゴマサバに、まあマサバもあるでしょうね。はい、あとの魚はこちらがツムブリですね。最近なぜかよく入りますね、このぐらいのちょっとサイズがね。あとはこちらはサバですね。太いですね。神経締めされているので全然硬直起きてないですね。はい、こちらがハガツオ特大ですね。こちら3キロ後半から4キロ。かなりでかいですね。ハガツオと言われるので、こちら見てください。鋭い歯があります。これが特徴ですね、この魚の。これは噛まれると痛いですよ。はい、今日はこんなところですね。はい、それでは港に戻ってきました。それでは今、はい、船にある魚を丘にあげていきます。そして魚種の大きさごとに、仕分けしていきます。今、魚を見ながらゴマサバ、マサバの大サイズ、中サイズ、小サイズをすべて分けています。私たちはね、サバはサバでもね、神経締め、生け締めとね、氷締め3種類やっている時もありますのでね、こうやって分けるのが結構大変ですね。時間も少々経っているんですが、まだこのサバは、プルプル生きてますね。全然怒ってますね。硬直が起きていません。神経締めがしっかり効いています。ぜひ食べてもらいたいですね、このサバの刺身を。美味しいですよ、味噌煮にしても。はい、このように瞬時に大きさ、重さを判断して分けていきます。慣れている人ほどね、こうやってね仕分けが早いです。悩んでたらダメです。感覚です、本当に。はい、こちら終わりましたね。はい、そしてこちらをどんどんとトラックに積み込んで、集約市場の方に運んでいくという形になりますね。いいサバばっかですね。ほんと食べたいんですけどね。美味しそうです。見てください、このプリプリ加減。さっきまで生きてたような感じですね。
はい、では最後になりましたが、サムネのタイトル、70時間網を放置したら魚はどれぐらい入っているのか。大して変わらん。まあ定置網はね、逃げていくっていう特性もあるんでね、しょうがないです。はい、本日も、最後まで見ていただきありがとうございます。これからも更新続けてまいりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではありがとうございました。